さあ山田さん、どちらの歓声が多いですかね。そうですね、今のところね、はっきりデストロイヤーの方が多いように感じますね。そうですか。やはりね、日本サイドとして、この1年間頑張ってまいりましたからね、たくさんのファンがいますね。覆面世界一を決めます、チャンピオンのザ・デストロイヤー、そしてミル・マスカラス、挑戦者であります。いや、この試合の予想は本当に、山田さんも長年プロレスの解説、プロレスのライターとしてご活躍ですけれども、非常に難しいんじゃないですか。本当にね、この予想だけはね、聞かれると困ります。まあただ私はですね、当日のコンディション次第ということを言いましたけれども、気持ちとしてわずかながらキャリアの差でデストロイヤーの勝ちというふうに予想したいですね。ああ、そうですか、はい、本当にね、0. 何ポイントかの差と申し上げておきましょう。新聞市場あるいは雑誌市場にも出ておりましたけれども、マスカラスが有利であると、おそらくマスカラスは年齢不詳ですけれども、年が若いから有利であろうというような予想もありましたけれども、はい、本当に、試合の一つの流れ具合によって大きく勝敗に左右すると、微妙なその差が左右するというようなことが言えるんじゃないでしょうかね。ありますね。もう今日の試合はね、年齢とかスタミナとかじゃなくて、私はやっぱり最後にはね、お互いの気力の勝負ということになりゃしないかと思いますね。何か蔵前国技館のお客さんの熱気、そして期待というようなものが、この放送席にもじわじわと伝わってくるような素晴らしい好カードであります。 UZS ヘビー級タイトルをかけましてのザ・デストロイヤー対ミル・マスカラス、もちろんそう言いますよりも覆面世界一を決定する試合であります。それがまあ日本で行われるというのも大変素晴らしいことですね。そうですね、これはね、本当にファンにとってはね、待ちに待った夢のカードの実現、もう何か我々長いことこの仕事に携わってきているものでもちょっとワクワクするような感じがしますね。本当ですね、はい、ジャイアント馬場を通じてタイトル挑戦の意を伝えていたけれども、デストロイヤーがそれを受けてくれたことは大変に嬉しい、私はこの日のために全てのスケジュールをキャンセルした、そしてそれだけの攻撃方法を編み出して日本にやってきたと語っておりました、試合前のミル・マスカラスであります。176センチ、108キロという数字以上に堂々たる体育の持ち主でありますミル・マスカラス、一方のザ・デストロイヤー、183センチ、110キロ、シラキュース大学時代にはアマレスフットボールと経験を積んでの1954年プロレス入りであります。そしてプロレスラーになりまして、8年後には覆面レスラーで世界最初のタイトル保持者になりましたザ・デストロイヤー、返しましたマスカラス、デストロイヤーがブリッジ、力の入ります、レフリーがジェリー・マードック、まあ、両選手があの花道を通りましてリング上に登場いたしましたときに、マスカラスはいつものようにロープのワイヤーロープの最上段を華麗に飛び越してリング内に入りました。デストロイヤーこれを見ておりまして、負けじとだいたいそうですね、時間にして10秒ぐらい遅れてチャンピオンが入場したわけでありますけれども、デストロイヤーもロープの最上段を飛び越しますと、もう一段と拍手が湧き上がりまして、大変なもんでしたね。はい、そういうところにね、はっきり両者の対抗意識ということがね、現れてるわけです。なるほど。それで試合がスタートしてから見てもですね、マスカラスがブリッジワークで逃れると、デストロイヤーも負けじとブリッジワークと、こういうところですね、お互いにもはっきり意識して、もう向こうがやるのはこちらもということがはっきりこう肌で伝わってくるような感じですね。そうですね。まあデストロイヤーとしましても、世界で最初の覆面世界チャンピオンということ、そういう面目にかけましても、この US ヘビー級のタイトルは渡せないでしょうね。まあ、あの覆面レスラーとしてはデストロイヤーの方がはるかに先輩で、キャリアも積んでいる、そして完全に一時は世界のトップという覆面レスラーとしてですね、なった、それをぐん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 追い上げてきたのがこのマスカラスですね。まあ、最初のうちは千の顔を持つ男とか、あるいは千の顔の悪魔仮面といったような呼ばれ方してましたけども、最近ではですね、もう仮面貴族というようなですね、また一段と高級な名前を付けられて大変な人気ですからね。これはもうデストロイヤーやはり面目にかけて負けられない、
マスカラスもまた何としてでもデストロイヤーを追い越そうという意欲に燃えておりますね。そうですね。とにかくまあこのデストロイヤー戦に備えまして、先ほどもお伝えしましたようにそれだけの攻撃方法を編み出したと。もちろんそれはシークレットであるけれども、とにかくデストロイヤーの4の字固めは気をつけるよというようなことを控室で言っておりましたミル・マスカラスであります。お互いにストロングの素晴らしい試合を展開しておりますリング上。これはね、この試合でなんといっても一番大事なのが1本目ですよ、うん、ですから両者ともですね、非常にその意識し合ってあまり深追いをしないように自分のペースをつかもうという体勢ですね、うん、もしですね、仮にデストロイヤーが1本目を自分の18番技の4の字固めで奪うようなことがあれば、これはマスカラスにとって大変に不利ですからね、うん、その逆にですね、マスカラスの必殺技空中弾がデストロイヤーを1本目で決めるようなことがあれば、うん、これはもうデストロイヤーにとって致命傷になるかもしれません。4年前は山田さんどうでしたかね。これはね、お互いにデストロイヤーが4の字固め、マスカラスがフライングクロスアタック、こういう得意技どうぞ、で1本ずつを奪って、それで60分フルタイムやって1対1の引き分けドローですね。これも、全く勝負がついてないわけです。それだけに今日の一戦非常に注目されるわけですね。まあ、それ以外は戦ってないわけですからね、この2人は、はい、ヘッドロックに入りました。デストロイヤー得意のヘッドロック、これを外した、ロープに飛ばした、ショルダーアタックはフットボールで鍛えたデストロイヤー、すかさずヘッドシザースに持っていきました。この辺りが非常に柔軟なミル・マスカラスであります。マスカラスの柔軟性は自分独自のトレーニング方法で筋肉を落とさずに体に柔軟性を持たせるトレーニングを積んでいる。場所は主にメキシコ大学の体育館、用具はバーベルを使う、具体的にはシークレットにしてもらいたいというようなことをマスカラス言っておりましたけれどもね。はい、この人はとにかくマスクでですね、顔を隠しているだけでなくてありとあらゆることに秘密が多いですね。もちろん年齢も不詳ですし、家族のことなんか聞いても全く答えてくれませんね。そうですね、はい、ただ一つ最近分かったことですがね、はい、弟さん2人ともレスラーですね。ああそうですか、はい、1人はエル・サイコデリコ、はい、それでもう1人ですね、ごく最近マスカラスとタッグを組んで登場したドス・カラスという人がいるんですよ。ああこれも実の弟らしいですね。ああそうですか、はいはい、この辺りデストロイヤーもよく見ている。さあこのまま抱え上げてバックに持っていきますとボストンクラブの体勢になりますけれども、両者ともにトレーニングが十分であります。両者ともにこれだけ本当に力の入る、あるいは画面で感じる以上に力が入っておりますよね、リング上の両選手は。マスカラスとですね、レスラーの上半身の筋肉の動きを見てますとね、いかに力が入っているかということがはっきり分かりますね。そしてトレーニングをやはりこの一戦にかけて積んできただけにあんまり汗をかきませんね。はい、デストロイヤーはですね、非常にジョークの上手い人なんで、まともな質問をしてもなかなか答えてくれないんですけれども、はい、今度は人に言わずに随分隠れてトレーニングやっておりましたね。ああそうですか、はいはい、いつものね、ベテランのデストロイヤーですと軽くジョークに紛らわしてしまうんですけれども、今回だけはちょっと違っておりましたね、うん、何か今日の控え室でのデストロイヤーを見ておりましても、いつもは大変陽気なんですけれども、今日はなぜか押し黙りまして大の字になって天井の一点を見つめるといったような光景を私しばしば目撃したんですけれども、他のレスラーとも試合前の40分ぐらいになりましたらほとんど口を聞いておりませんでしたね。はい、大きな西側の支度部屋のですね、一番隅っこの方で一人で何か考えているような、おそらく作戦を、最後の作戦をですね、じっくり自分の胸の中で反芻してたんじゃないかというふうに見受けられましたね。いつも今日もお子さん3人おりますけれども、3人のお子さんを連れてきております、この蔵前国技館に。
まあ、父親の勝利を未然がために連れてきたのかどうか知りませんけれども、普通はよくこの自分の子供を相手にですね、他のレスラーとの間でいろいろこうふざけ合ったりいたしまして、まあ、テレビのあのコメディ番組なんかにもデストロイヤー大変貴重な存在として今買われております。そんなような一面を覗かせるんですけれども、今日は全くそういったところが なかったんですね、はい、やはりねそれだけ自分の王座を守ろうという気持ちがですね、あの現れていると思いますね。一方のマスカラスの方は控え室で、あれは山田さん鉄砲柱っていうんですかね、あの蔵前国技館ですから支度部屋の方に、はいはい、あの要するに控え室に、あの鉄砲で鍛えるための柱ですね、はいはい、あそこに向かいましてマスカラスは盛んにですね、途中でちょっと数を忘れてしまうぐらい何回もそのいわゆる突っ張りですね、はい、これを見せていたんですけど、あ若い選手がね、はい、あれをやってるのを見てこう何を鍛えるんだと聞いてましたね。おそらくね、非常にね押したりついたりする力を養うんだというようなことを聞いてね、やったんだと思いますね。しかしまあその試合の直前になってまでそれだけ意欲的に取り組むというのはね、いかにもマスカラスらしいですね。ロープに飛ばすデストロイヤー、ショルダーアタック、強靭に鍛えられました見事な上半身をデストロイヤーの厚い胸板にぶつけました。なんとか外したいデストロイヤー、日本で初めて実現いたしました覆面世界一の決定戦であります。うまく腰を入れまして相手を倒した後の体勢がいいですね。マスカラスはそうですね、自分で、ね、技を仕掛けた場合ですね、大抵のレスラーはどうしても自分の身の安定性っていうのを変えてしまいますね。 ですから攻撃した時は必ず隙ができるんです。マスカラスにはそれがないですね。相手を投げつけた後すぐ自分が完璧な攻撃と防御の体勢に入るという形ですね。なるほど、あったデストロイヤーのキッチンシンクが出ました。ショルダーアタック、ショルダーアタック、この辺りはフットボールで鍛えております。やはりデストロイヤーとしてはマスカラスが飛び道具を持っているだけにあまり距離を取りたくないんですね。なるほど、至近距離からの接近戦、はい、攻撃ですね、はいはい、倒した、あーっとドロップが空を切った。この辺りはマスカラス非常によく相手を見ております。あーっとブレンバスターに持っていった、しかしこれはちょっと回転が少ないけれどもどうか、レストロイヤーよく跳ね抜けている。ちょっと今のブレンバスター落差が少なかったですね。落差が少なかった、はい、はい、両者ともにちょっとエキサイトしてまいりました。なんか両選手ともに攻撃の糸口を見つけられないといったような感じがいたしますね。あーっとクロスショットが出た、ブラインクロスチョップ、もう一発出ました。デストロイヤーの首元であります。そのままホールの体勢に持っていく、決めた決めた決めた、これは決めた。マスカラスが1本取りました。マスカラス1本先取しました。デストロイヤーの喉部屋当たり、非常にカウンターで小気味よくブラインクロスチョップが当たりまして、そのままエビ固めに持っていきましたね。そうですね、ただのフォールではなくて肩エビですね。肩エビ、ああいうところは非常にマスカラス慎重ですね、はい、この1本逃してなるものかという感じですね、うん、なるほど、まあ、それにしても非常にね、タイミングのいい一発目、特にですねタイミングのいいこのブラインクロスアタックですね、もうまるでね喉を正確にヒットしてましたね。実にうまくヒットしておりましたね、はい、山田さん、はい、今インターバルの間にですね、デストロイヤーは盛んに目を気にしておりまして、レフリーのジェリー・マードックに見てもらっておりましたけど、これは何でしょうかね。そうですね、フラインクロスアタックの時にですね、はい、指が入ったんでしょうかね。あ、そうですか。私が思いますのにね、今のフラインクロスアタック確かにいいんですが、あっとまた目がフラインクロスショップ、また出ましたね、また出ました。さあそのまま決めるか、いや、フライングメイヤーに持ってった、動きが速くなった。さあ
マスカラス得意の複合技であります。これでギブアップには至りませんでしょうけれども、デストロイヤー苦しい、動きが取れなくなりました。デストロイヤー、デストロイヤーピンチはピンチであります。リバースダブルアームロックですね。そうですね、背後から完全に両腕を捉えまして固めております。リバースフルネルソンに入りましたよ。フルネルソンに入った。このままあの立ち上がるとですね、人間風車のスープレックスも可能性ありますね。そうですね、そういうことになりますね、はい、さあ徐々に立ち上がっていくけれども、これをデストロイヤーが返した。まあ1本目のアタックですね、確かにマスカラス成功したんですが、ダメージとしてはね、瞬間的なもんでデストロイヤーにさほど残ってないと思います。そうですね、はい、ですからまだまだね、デストロイヤーね、追い上げのチャンスがありますね。なるほど、はい、このあたりは1本目序盤戦のクリーンファイトとはちょっと違ったブレイクですね。そうですね、相当やはり相手の動きを、次の動きを警戒しております。ミルマスカラスであります。それにいたしましても非常に慎重なレスラーでありますミルマスカラス。デストロイヤーが今度は攻勢に転じました。両腕を固めましてマスカラスを攻めます。デストロイヤーであります。今見せたあのデストロイヤーの十字架固めですね。十字架固め、はい、非常にあのいい技なんですが、やはりマスカラスが体が柔らかいだけにスルッと抜けますね。そうですね、本当に柔らかいですね、このマスカラスは。1本目を取っております。余裕でありましょうかミルマスカラス。ストロイヤーが上から抑えました。見せますマスカラス。やはりね、今のあのクロスシザーズドロップという技なんかね、はい、体が柔らかくて勘が良くなきゃできないですね。そうですね、もうしかもあのマスカラスはですよ、あの手をつからいわゆるフィンガーロックで腕を逆にねじ逆に取られました、はい、あの体勢からあの技を持っていくんですからね、ちょっと信じられないですね。まあ、とにかくこれだけの技を持っておりますと、次にどういう技を出そうかというようなことにむしろ迷うんではなかろうかというぐらい技を持っておりますね、マスカラス。その場合はね、はい、おそらくマスカラスの場合のその時の自分の体勢でね、本能的に出るんだと思いますね。もう完全に体にいろんな技と言いますか、特に逆転技を覚え込ませているわけですね。あっと、デストロイヤーが今4の字固めに行こうといたしましたけれども、一瞬今日つきましたデストロイヤーの4の字固め。狙いは良かったんですがちょっと不用意ですね。そうですね、背後からサーフボードで固めますデストロイヤー。ご覧ください、しかしマスカラス見事な上半身であります。ぐっとこれを力で逆に転じますか。デストロイヤーも素晴らしい体育をしておりますけれども、力比べになりました。両者ともに太い首を支点にいたしましての力比べ。逆を取りました。おっと、バックを取って離さないミルマスカラス。まあ相手の、ね、マスカラスが、ね、非常にあのストロングスタイルでぐんぐんテクニックで来るんで、ね、どうやらデストロイヤーはね、自分のチャンスをつかめないような感じですね。ちょっとそんなような感じがいたしますね。デストロイヤーとしてはね、ラフなファイトのきっかけをつかみたいと思うんですよ。このラフに出て、そこからきっかけをつかんで一気に自分のペースにはめ込むと、
いうチャンスですね。今のなんかもちょっとその現れのようですね。はい。さあここでクリーンファイトをするか。今度はマスカラスがお返し。この人は必ず報復攻撃をします。反則攻撃の場合は必ずその仕返しをいたします。ミルマスカラスエルボースマッシュに持っていきました。ちょっと試合が荒れてまいりましたが、両者ともに場内にやや殺気だったものが感じられます。まあ、今までこれまでの試合を見ておりますと、やはり試合の主導権と申しますか、イニシアティブは マスカラスの方が取っておりますね。そうですね、やはり1本目を、ね、取ったという、ね、余裕でもって攻撃をかけてますから、どうしても主導権に握ることになりましょうね。全体を通じまして何かそのデストロイヤーのペースというのがまだ完全に行われていないというような感じがするんですかね。デストロイヤーが攻撃をかけましてもね、はい、マスカラスがその技をねブツンブツンと断ち切ってるわけですよ。ですからデストロイヤーの攻撃に今のところ流れが見られないですね。はい。しかしまだまだお互いに動きは非常にいいものがあります。フルネルソン、マスカラスは華麗さが非常に目立ちまして、力があるということが得てして忘れられがちなんですけども、大変やはり怪力の持ち主だそうですね。はい、デストロイヤーをね、今のようにフルネルソンに捉えてあれだけ離さない力ってのは大変なもんですよね。まあ、どうしてもこの人の場合はその表面の華やかなショーマンシップにね、目を奪われてしまうんですね。さあマスカラス得意のツイスト技、デストロイヤーちょっとまたピンチを招いた。この粘りのある攻撃がいわばマスカラスの特徴でもあります。ちゃんと足をフックしてかけてますね。はい、今この足をフックしてかけたんで思い出したんですけれども、今日引退いたしました沖式那さんがレフリー時代最も印象に残る試合としまして、力道山とルーテーズの試合で、1本目はついにルーテーズの岩石落としにかかってしまったけれども、2本目なんとかこれをこらえようと力道山が河津掛けでこらえたという、はい、とっさにその思いついた技だったけれども、あの試合が自分はレフリーをしていて一番印象に残るってなことを言っておりましたね。あ、そうですか。まあその力道山がですね、河津掛けで防いだ話、そしてその力道山の愛弟子のジャイアント馬場がですね、今河津落としという新兵器をね、はい、編み出している、非常に因縁深い話ですね。日本プロレスの生みの親でもあります力道山の河津掛けは、これは防御策の一つでありましたが、ジャイアント馬場、そして今リング上のこのミルマスカラスのいわば逆フック、河津掛けのような格好は、これは攻撃の主戦武器であります。さあ試合がちょっとエキサイトしてまいりました。デストロイヤーが飛ばすか、飛ばした。足を取ったデストロイヤー4の字固めに持っていく、ダメだ。そして次の体勢が非常に速いマスカラスであります。デストロイヤーといたしましてもちょっと苦戦であります。この辺りもうすでに1本を選出されておりますデストロイヤー、これ以上土俵は後へ下がれないデストロイヤーであります。あ、ここまでのところちょっと押され気味ですね。押され気味ですね。マスカラスのやはり技、攻撃の一つ一つというのは非常にしつこいですね。粘りがありますね。はい、飛ばした。さあデストロイヤー今度は飛んだ、あっとデストロイヤー今度は飛んだ、ドロップキック、いい角度で振った、ドロップキック。さあマスカラスの動きがちょっと鈍ったか、デストロイヤー、あっと蹴った、吹っ飛んだ、4年間の体勢に入る、入った入った入った、
アップするか。したい、したい、またしない、またしない。大変な動きであります、マスカラス。これでギブアップか、ギブアップか、手を仰いだマスカラス。いや、まだギブアップしない。ジェリーマドックがスパリングに取ります。4の字固め、一度入ったら、もう離れない4の字固め。地獄のギアフォーレンプラックであります。場内にはなんとばかりの体勢が沸き起こったけれども、マスカラス長い、マスカラス大変なもんだ。ゴング、ゴングを要請、ゴングを要請したレフリーのジェリー・マードック。これだけ耐えていたレスラーも珍しい。ミルマスカラス、おそらくないでしょう。ないでしょうね。ざっとね、40秒以上ね、我慢してますね。まずだいたい10秒でギブアップをする技ですよね。そうですね。しかしこれは攻撃を仕掛けた方のデストロイヤーも相当なダメージにつながるんじゃないですか。ほら、両方とも大きいですが、やはりね、マスカラスのダメージは大きいと思いますね。大きいですね、はい。まあ、今日のタイトルにいかに固執していたかということがよくわかるわけなんでありますけれども、この後の3本目を考えますと、やはりマスカラスもっと早くギブアップをすべきじゃなかったかなと思うんですけれども、あっと、マスカラス黄金の足がちょっと立てません。マスカラス、テープが取り替えます。蔵前国技館、デストロイヤー1本を取り返しました。これで戦況はがぜんデストロイヤー有利になりましたね。そうですね。デストロイヤーがゴングが鳴ると同時に飛び出しまして、痛めつけました方の左足を盛んに攻めつけておりました。さらにまた持っていく、エプロンの角で思いっきり左足のちょうど膝のあたりでありましょうか、叩きつけましたデストロイヤー。四の字固めに持っていこう、強引に持っていく、パンチ攻撃、鋭いパンチ、鋭いパンチだった。今のはデストロイヤー不意をつかれた。マスカラスのパンチがデストロイヤーの顔面を見事に捉えました。しかしマスカラスも動けません、動けません。マスカラス動きで勝負する選手であります。マスカラス、これが完全に動けなくなりました。足の動きが取れなくなった。さあデストロイヤー、またもや4の字に持っていく。しかしマスカラス、ダメージが少ない方の右足でなんとか逃れる。柔軟な体を使いまして逃れます。今のはまあ言ってみればマスカラスならではの逃れ方でしょう。そうですね、もうマスカラス必死ですね、はい。足を取ったデストロイヤー、再び4の字、3度目のトライ。これを返したマスカラス。もうマスカラスね、あの柔らかい体がなかったらね、とても逃れられないということですね。そうですね、はい、そうですね。マスカラスのしかし、左足の方はどうでしょうか。ちょっと表情がわからないんですけれども、まあ、動きから見てですね、はい、かなり痛いでしょうね。そうですか、あとデストロイヤーが今ちょっと場外に転落した瞬間に下から突き上げた、腰を打ったようですね、デストロイヤー。そうですね、はい、かなりね、あのちょっとね、不意をつかれたような形でね、転落しましたからね、はい。再びレッグブロックに乗っていくデストロイヤー、飛んだ、あっと、ツーを切った。力が入っていただけにこのダメージは大きい。デストロイヤー尾てい骨をしたたか、キャンバス上に打ち据えました。マスカラスが取る、デストロイヤーの腕を取ってコーナーマットに飛ばしました。エキサイトしてまいりました。さあ変則コブラに持っていくか、変則コブラツイストに持っていった。デストロイヤーが片膝をついた。マスカラスは体重を乗せる、体重を乗せるマスカラス。しかしいかんせんあれですね、左足がちょうどいわば柱になっております、支点になっておりますので。そうですね、これはちょっとマスカラスの方も力が入りませんね、はい。自分の軸がね、傷んでる方の足ですからね、ちょっと苦しいですね。しかしね、マスカラスのですね、必死の逃げでデストロイヤーは攻めるタイミングを失ってしまいましたね。失った、そうですか、はい、あれは大きいですよ、はい。ミルトは1000の
マスカラスとは仮面、つまり千の顔を持つ男という意味であります。見るマスカラス。しかし本人に言わせますと、マスカラス、仮面というのは全てを意味している。マスクリーノ、男の中の男といったような意味、あるいはマスカリラ、死の仮面、そういった意味を持っているんだと言っておりました。ミルマスカラスであります。さあ両者ともにラッパイトになってきた。あっとクロスショップが出た。しかしちょっと耐久時間がない。デストロイヤーがよく跳ね返しております。そのまま飛んでいく。マスカラスは完全に左足を封じられたがためにダメですね、動きが。非常にね、今の一発なんかね、はい、惜しかったですけどね。あっと、この空を切った。マスカラスもよく相手を見ている。デストロイヤーがピンチ。一進一退の攻防戦になりました。さすがは世界一の覆面チャンピオンを決める決定戦であります。あっと、そのまま持ってった、持ってった、ダイビングプレスに持ってった。あっ、よく跳ねのけたデストロイヤー。ヤンヤの活性であります。ロマイフィンガン、ロープに飛んでクロスショップ、喉元へ入っている。もう一発ロープに飛んだ、もう一発クロスショップ。あーっとダメだ、これをデストロイヤー返した。相手の動きを見ていたデストロイヤー、今度はマスカラスがロープの最上段から弧を描いてリングが転落いたしました。マスカラスがピンチ、マスカラスがピンチ。デストロイヤーが立ち上がった。カウントが進む。ジェリー・バードック、さあマスカラス立ち返るか。ダメだ、ダメだ、ピンチ耐えれない。マスカラス耐えない。デストロイヤー防衛、世界一の覆面チャンピオンデストロイヤー。今のクロスチョップはデストロイヤーよく見ておりましたね。もしあれが当たったら最後でしたね。ダメでしたね。本当にね、 0.1 秒か2秒、そのね、呼吸の差がね、デストロイヤーに勝利をもたらした。これはキャリア以外の何者でもないでしょうね。もう長い間の体験がね、デストロイヤーに本能的にね、このクロスチョップを避けさせたんですよね。デストロイヤー、本当にほっとしたというような表情。なんか覆面の奥の瞳の輝きで分かりますね。本当に苦しい苦しい防衛でしたね。そうですね、はい、しかしマスカラスもやはり素晴らしい選手ですね。いやー、これはもう文句のつけようがない。本当に素晴らしい選手。お互いにね、健闘を尽くし合ってるけども、本当にね、涙がじっとね、胸が熱くなるような試合ですね。そうですね、お互いに称え合います。まあおそらくどちらかが2ホールを奪った場合は覆面を取るんじゃないかと思っていたんですけれども、はい、まあ、ホールということにはなりませんでしたからね。そうですね、はい、まあ、リングアウト、本当に際どい勝負でしたからね。両雄ともに相手の強さを称え合っております。まあ、よく勝負に勝って相撲に負けたというような相撲用語がありますけれども、はい、今日なんかの場合マスカラスにしてみますと、レスリングでは勝っていたんじゃなかろうかと、はい、自分で思ってるんじゃないですか。そうでしょうね。本当にね、デストロイヤーとしては内容的に苦しい、ね、戦いでしたから。しかし去年世界一の決定戦はデストロイヤーが2対1でマスカラスを破りまして、タイトルを保持したわけです。